コネ4月3日月曜日です。月曜夜9時から開始しております。マンデークレイジーナイトレース、よろしくお願いいたします。月曜から夜更かしのマンデークレイジーナイトレース、本日ご参加は11台エントリーです。ありがとうございます。はい、ご準備よろしいですか。では予選第1ラウンド A グループ出走ドライバーは今村選手、上村選手、凛太郎選手、上田選手、以上4台走行です。ウォーミングアップランが終わりましたらピットロードに待機してください。ピットロードに停車して待機してください。はい、よろしいですか。では、はい、1番の方からエントリーどうぞ。1番今村選手、2番上村選手、3番凛太郎選手、4番上田選手、3番エントリー、マレちゃん、見といてください。スタッカーこんな感じなんで、はい、で自分の番号言われたら出たら OK ですので、はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド A グループスタッガースタート方式、2分間走行、まもなくスタートいたします。スタート3秒前、1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。でこの週は計測には含まれないので、この計測ラインを通過してから各社2分間のタイムアタックとなります。さあ、これで4社タイムアタックスタートいたしました。さあ、トップ1周目から3周目に、あ、2周目から3周目に入っていく今村、上村、上田、あ、N村ローレルが凛太郎か、凛太郎4番手。さあ、とはいえ各社僅差ですよ。あっと1コーナー飛んでた、凛太郎が潰れた。さあ、やってしまった。そうそう、スタッガーは基本は道譲ってくださいね。はい、まあ、スタッガーであろうが、ノーマルスタートであろうが、後ろから車来たら予選譲らんとダメなんですよね。マスター側はもう 100%。 さあ、トップ走行は今村選手、白水色のツートンカラー、2番手上村選手、あ、上村選手のボディカラーが変わってますね。フォード GP GT、 レッドのボディに白いライン、上田選手は黄色いランボルギニ、4番手にローレルの中学生ドライバー凛太郎。さあ、時計の方は残り15秒ですが、持ち時間各社約30秒、残り10秒。どこ行くやん。はい、一旦出ていただいて、あ、出てくださいね。はい、またね、レース中です。もうボディ外れたらもう無理ですよ。いや、もうこれ絶対つけてた。無理無理。ラインだけ通します。ラインが通った後なんで、戻って。いや、戻走り切らない。だってレース中ボディをはめて、もう一回戻る人戻るのはそこに戻らない。あの、計測に行って前はあかんで、もう一周。そう、もう一周。はい、レース中です。ドライバー動かないでくださいね。一周、もう一周やってください。最終ラップが多分あの40秒ぐらいになるはずだから。はい、まだですよ。レース中です。はい、電車ゴールです。トップゴールは今村選手、14ラップ2分6秒44。はい、マンデークレイジーナイトレース予選ラウンド 1B グループ、ご準備ください。出走ドライバーは
それより後編レン選手、細田選手、塩坂選手、マレ選手。はい、ウォーミングアッププランを好きなだけご走行ください。ウォーミングアッププランが終わりましたらピットロードに車を停車して待機してください。はい、お好きなだけ。ただ電池がね、第1ラウンド第2ラウンド共用で走りますんで、ウォーミングアッププランもほどほどにしとかないとバッテリーダウンしたり電圧ダウンしちゃいます。はい、よろしいですか。では、番号順にエントリーしていただきますので、1番レン選手、2番細田選手、3番塩坂選手、4番マレ選手、3番デンカリ。ほんで塩坂さんも初参加ですね。ご自分の番号が呼ばれたら走り出していただいて、で最初の1周目は計測には含まれませんので、この手前のここの計測ラインを通過した時から各社2分間のタイムアタックになります。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド B グループ、2分間まもなくスタートいたします。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。はい、落ち着いてまいりましょう。各社走行開始しております。はい、この週は完食。あ、マシュお願いしますね。ちょっと間開けましょうか。あ、行っちゃった。後ろから来たら道譲ってあげてくださいね。さあ、1周目、細田蓮が熱いバトルを繰り広げている。 0.9 秒差。細田がトップですね。さあ、蓮も引っかかった。蓮は R3%、 M 村ジージの車を借りております。凛太郎も借りてました。残り60秒。もう N 村さんが孫にラジコンをやらせるっていうレースになってきてますね。いつかね、リアル孫がやってほしいですよね、ラジコンね。 N 村さんのリアル孫がラジコンをやるときには、みんなの精子はどうなってるのか。 N 村さん長生きしそうですもんね。残りは時計は残り30秒です。各社持ち時間は40秒、約40秒持ち時間。さあ、細田がいいですね。ロックサイトからのホンダ NSX、 現在ストレート1コーナーに入っていく赤白黒マシン。2番手にレンが4秒。残り10秒。さあ、落ち着いて落ち着いて。さあ、止まってる車避けましょう。さあ、コース上に車があれば絡むのは必死。それをいかに回避するかがレースです。さあ、各社レース中、まだですよ、各社レース中。ゴールナンバーコールを受けるまで走り切ってください。はい、もしもし、まだまだ。1番ゴール、1番ゴール。3番ゴール。さあ、レース中ですよ。2番ゴール、もう1台。はい、電車ゴールです。トップゴールは細田選手、14ラップ2分9秒70。さあ、予選第1ラウンド B グループまで紹介いたしまして、続きまして C グループご準備ください。出走ドライバーは N 村選手、徳岡選手、鳥崎選手。グループの方、ウォーミングアッププラン好きなだけご投稿ください。はいはい、全然待ちますよ。死んでます。全然大丈夫ですよ、旧車なんで。あ、電池入れ直してもらったら多分ね、治ると思うんで、全然落ち着いていきましょう。
大丈夫です。あと手を切ります。あ、全然もう落ち着いてご準備されてください。これもう中村さんが走れへんっていうことはとんでもない車っていうことでしょ。もうすんげえの出てきた。え、なんすか、デトマソパンテーラじゃなくてボーラ、ボーラ、何なんて、なんてマセラティなんですか。マセラティってこの年代にスーパーカーがあったんですか。はい、昔はスーパーカーやった。へぇ、あの、見なくたら、あの、四角い車の前ボディーより、まずステルスカラーって言うんですか。まあまあまあこれ、あのウォーミングアップラン走りまくる意味がちょっとわからへんねんけどこれレース始まる前一体何してたんすか。何回か言うたことあるけどどういうことなんすかね。じゃ意味がわからへんねんけどはい、では1番の方からどうぞ。1番 N 村選手、2番徳岡選手、3番鳥崎選手、2番エンカリ、3番エンカリ。あ、そうな、さっき僕やらせてもらったら、うんうん、僕あんなんでやってなかった、うん、でも今こけまくってた、あれ全然走ってなかったね。はい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第1ラウンド C グループ、まもなくスタートいたします。マレさん、マーシャル、消防に言われてもうたね。はい、どうぞ。2番スタート、3番スタート。さあ、各社タイムアタックに入っていきます。マセラティ何ですか。え、メラ、戻し戻して、メラ、ボーラってなんかなんとなく覚えがないことはないけど、メラクっていう車種があったんです。へー、もうでもこの辺はサーキットの狼とか出てくるんですか。出てくるんですか。出てきます。マセラティ、メラク。はい、落ち着いていきましょう。残り1分。お、徳岡、N 村、いい勝負ですよ。じゃあ徳岡の方がいいか。久々参加の徳岡選手、いい感じで、あ、ごめん、褒めたらあかんタイプ。さあ、持ち時間各社残り約1分です。さあ、半分が経過いたしました。2分間のタイムアタック。ストレート、ストレート、ストレートね、ストレート、ストレート、ストレート。はいはい、クリア。あ、刺さった、ま、あ、抜けた。さあ、残りは、各社30秒ですね。残り各社30秒。残り10秒。さあ、残り10秒のコールですが、各社持ち時間はあと、15秒。20秒から15秒の間。タイムアップ。さあ、あと2周ってとこでしょうか。いいですよ、徳岡選手、いいペース。うわ、鳥崎さんもいいですね。2番ゴール。さあ、もう一周。はい、電車ゴールでーす。トップが徳岡選手、12ラップ2分0038。はい、第1ラウンドリザルトが出ます。4人乗りのスーパーカーだったんですか。
中村さん1周目ってこけましたっけ？こけてここ助けてもらえんかった。 あれが1周目だよね。そうあ了解了解。であれ2週分ぐらい行ってんの？いやなんかまあ2週分ぐらい行ってる感じ。まあまあ、うん、はい。第1ラウンドリザルト出ております。今日は、マレちゃんが途中で帰るんで、5-5か5台5台ね、ベストラック。はい、では5分、あ、そうか、もうインターバルなしね、3組、インターバルなしね。はい、3組なんでインターバルなしです。はい、続きましてマンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンドへ参ります。A グループ出走ドライバーは今村選手、上村選手、凛太郎選手、上田選手。あ、すみません、ピットロード待機です。ピットロード、全然大丈夫ですよ。ピットロードの待機で、はい、では、1番の方からエントリーどうぞ。1番今村選手、2番上村選手、3番凛太郎選手、4番上田選手。はい、では参りたいと思います。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド A グループスタートいたします。目指せ14ラップですか。14ラップは上位の2台がマークしております。3秒前1番スタート2番スタート3番スタート4番スタート。さあ各車まずアウトグラップ計測ラインを通過してから各車2分間のタイムアタックです。さあ1周目2周目3周目に入っていく。今村、上田、上村、N 村、N 村じゃない、凛太郎か。さあ淡々とした序盤戦となりました。序盤の30秒が間もなく経過いたします。各社いいですね、流れてますよ。さあしかしやはり際立ったスピードを見せるのはトップ今村選手、白ブルーのマシン。2番手争いが上田、上村、大ここが僅差ですね、0.4 秒差。 N 村、N 村じゃない、凛太郎か、凛太郎も近いですよ。引っかかったか。あ、引っかかったの上田選手か。ちょっとさあトップ今村、さあタイムロスだ。さあこれで弟ちょっとあれ出してきたぞ。さあ時計は残り30秒。さあ各社持ち時間残り30秒ってとこ。さああと30秒。さあこれでおトップが入れ替わっている。上村がトップに立った。さあ最小限のミスで赤いフォード GT、 上村選手がトップ走行。いや今村が奪還 0.2 秒差。タイムアップ。あ、まだまだ各車あと2周。今村はラストかな。さあ上村もラストラップとなる。
はい、もう一周、もう一周。今村ゴール、今村ゴール。上村ゴール。さあ、ゴールのコールを受けるまで走り切ってくださいね。上田ゴール。銀太郎ゴール。はい、前者ゴールです。ゴールは今村選手。さっき上田さんなんかどっか引っかかってたんでしたっけ？引っかかってました。それで一球ギリ足らん。はい、では B グループウォーミングアップラン終わったらピットロード待機です。走るね。楽しくて走ってるじゃん、普通に。はい、では1番の方からエントリーどうぞ。1番レン選手、2番細田選手、3番清坂選手、4番マレ選手。分かってますよ。打ち込んでいったな。4番ベンカリー。はーい、では参ります。マンデークレイジーナイトレース予選第2ラウンド B グループ、まもなくスタートいたします。スタート3秒前。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート。はい、開けてな。おっとっと、ついて。さあ、淡々とした序盤戦、各車20秒が経過いたしました。さあ、時計の方は残り1分です。発車持ち時間残り1分20秒という形でしょうか。さあ、いい形で流れる展開。この4台中、現在トップ走行はレン選手ですかね。ちゃんと細田選手、失礼、細田選手はいいですね。というか、ぶっちぎりに早いのか。細田選手はトップ走行、練習練習とこの距離は2秒差。残り30秒。さあ、落ち着いて落ち着いて。各車持ち時間あと40秒。残り10秒。さあ、残り10秒。あ、時計はね、持ち時間は各社残り20秒です。タイムアップ。さあ、まだまだあと2周。さあ、細田選手が速さを見せている B グループ。さあ、もう1周。お、入った。残り 1.4 秒で。1番レンゴール、マレちゃんゴール、小坂選手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 出ました。14ラップ2分8秒50。
いいですね、細田選手来てますね。あ、じゃあ、まれちゃん、もう時間なんで、はい、お疲れさんでした。お片付け、お急ぎください。まあ、マーシャル免除で結構です。いえいえ、とんでもない。はい、では続きまして予選第2ラウンド C グループご準備ください。出走ドライバーは N 村選手と高岡選手、鳥崎選手。はい、ではウォーミングアップランを好きなだけご走行ください。はい、よろしいですか。ではエントリーの方どうぞ。1番N村選手、2番徳岡選手、3番鳥崎選手。1番デンカリー、2番デンカリー、3番デンカリー。あ、この辺僕あマーシャルしますね。すみません、あっちの方お願いします。はい、ありがとうございます。ではスタートいたします。マンデークレイジーナイトレッドの第2ラウンド C グループ、まもなくスタートです。開いてくれる、ありがとう。スタート3秒前1番スタート2番スタート3番スタート。大丈夫ですよ。この週は計測含まれないんで、まあ、前取ってくださいね。どこかちょっと待ってます。いいですね、冷静ですね。まあでも前で事故られたらかなわんもんな。スタッカースタートは自分がやったらあかんやん。さあ序盤戦いいですよ。鳥崎選手もマイペースキープしております。おっとっと、さあ落ち着いていきましょう。残り60秒。さあ残り60秒。ストレート、ストレート、ストレートです。ストレート。はい、クリア。さあ時計の方は残り40秒というところ。各社持ち時間約1分です。さあこれで残り45秒ですね。残り30秒。はい、落ち着いてまいりましょう。いいですね、鳥崎選手がコントロールできてますよね。褒めたらあかんね、ごめんね。もう一生褒めへん、もうみんなのことは。残り10秒。 N 村さんが A 残りそう。え、でも1回目タイム出てた、合計ポイント。あ、1回目も2回目も出てんと A で、これじゃあ僕もいいな。そうやで、そうやで、そう、捨て買いないから。さあまだまだあと2周ってところでしょうか。サッカー難しいな。そうそうそう、車がおかしいだけ。なスタッカーのせいにせんといてくれるかな。何も。はい、まずは箱スカイの村ゴール。これに関しては車やこれに関しては。はい、電車です、電車です。はい、これで集計が出まーす。でもこれサーモンは滑らかすぎるんだよ。それただ使ってたからそうなっただけちゃうの。ちょっとお待ちくださいね。これサーモンやばいな。え、あ、やばいな。はい、では予選結果出まーす。マレちゃんがなしなんで、はい、5台ずつね、上位5台6以降で
第2グループとなります。第1グループ、はい、ではインターバル5分間です。インターバル5分間決勝、はい、お疲れ様でした。お大事、はい、ご準備ください、ご準備ください。マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ3分間ラウンド、ご準備ください。マンデークレイジーナイトレース A グループ出走ドライバーは、塩坂選手、野村選手、徳岡選手、凛太郎選手、鳥崎選手。決勝レースは3分間の周回レースと5分間の周回レースを1回ずつ行いまして、各レースの着順をポイント合計したものが決勝総合結果です。各組で決勝レースは完結いたします。はい、で5分間ラウンド、5分間周回レースの時は、ジョーカーレーン各ドライバー1回ずつプラスアルファ、ハンデで走行回数が変わります。はい、では塩坂さんから操縦台をお選びくださいね。はい、続いて野村選手、はい、次は徳岡選手、はい、次は凛太郎選手、最後鳥崎選手。番はい、ではウォーミングアップランご走行ください。2番電化リー、3番電化リー、4番電化リー、1番電化リー、2番電化リー、5番電化リー、3番電化リー、4番電化リー、1番電化リー、5番電化リー、1番電化リー、5番電化リー、2番電化リー、3番電化リー。え、鳥崎さん、あの真ん中空いてますけどいいですか、ここで。4番空いてます。一番真ん中へとか、まあ、ご遠慮なく、あのやりやすそうなところで、あのウォーミングアップで決めていただいても結構ですね。あの何周かしてもっていいですよ。いや、一周してください。あ、真ん中の方が良さそうですね。あ、大丈夫でした。お見それしました。大丈夫でした。もうでも十分走れ、じゃあもうあの普通に行きましょうか。散歩が、まあ、初参加の塩坂選手もいますからね。はい、じゃあグリッドをつください。じゃあ今日はリクエストあったので1番グリッドから参ります。1番グリッド塩坂選手、2番グリッド江村選手、3番グリッド徳岡選手、4番グリッド凛太郎選手、5番グリッド鳥崎選手。5台走行3分間なのでね、通常通りですので。はい、ではまああの当たっても大丈夫ですよね。ただあの努力はしてくださいね、殺さないようにちゃんと前に。遅い車がいたら合わせてくださいね。まあなし、はい、もうなしです。まあ今日初参加の人もやるからね。で、初参加の人が塩坂なんやろ、で、N 村さんは死ぬほど車が走ってんやろ、で、徳岡さんは久しぶり参加やろ、凛太郎も死ぬほど車が走ってんし、鳥崎さんがちょっと上手くなってきたってことですね。皆さん頑張りましょう。では、決勝マンデークレイジーナイトレース決勝 A グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前、はい、フライングにご注意ください。さあ、遅めのスターティングシグナル。さあ、オープニングラップ丁寧に帰ってきて、白赤のホンダ NSX トップ塩坂選手、それを追います。タコスカ N 村2番手、3番手ブルーのマシンが久々の徳岡選手、4番手白いローレルが凛太郎選手、5番手にマセラティ鳥崎選手、
おっとっと、さあボディ外れた。さあマーシャルのとこ行くか、そのまま走り切るか。避けてね、真ん中ね。もう息切ってもええよ。残り2分15秒。さあ45秒が経過いたしました。トップ千代坂がいい走りを見せている。あっと突き刺さった。マーシャルお願いします。さあトップ交換やってしまった。さあこれでボディ外れかけのローレルが3番手浮上。トップ本田 NSX 塩坂、2番手に箱須賀。あ、もうそれ外しててください。あ、そのままでいいよ、そのままで結構です。当たっても特に何もありませんので。さあレーサー残り1分45秒です。残り1分45秒。さあっと戻った。あ、ボディハマった、ラッキー。さあスタートトップが引っかかっている。さあ入れ替わった。さあなんと箱須賀が NSX を抜いていった。さあ箱須賀がトップ、白水色のマシン。ドライバーは N 村選手、そしてマンデークレディナーというサッカンか塩坂選手、白赤のホンダ NSX。 さあ箱須賀が NSX を抑えてしまうのか。さあそして3番手争いもいいバトルだ。ローレル VS12C。 そんなバカな12C 圧勝やろ普通は。残り1分です。残り1分。さあそしていい感じで走っている鳥崎選手。さあ残り時間は1分切りまして残り50�秋。おっと、さあ転倒入れ替わり。さあトップ箱須賀 N 村。おっと、さあ2番手塩坂がミスだった。さあそして3番手バトル、おっとしかしミスだった。残り時間は30秒です。残り30秒。残り30秒。いやいや、いい感じですよ。もうファイナリストやねんからこれぐらいの車でやってください。もううまい、走る車もたら速いな、当たり前やねんから。もう死ぬほど走らん車でやってください。さあどうか。てか何回同じとこ当たんねんお前は。学習せよ。さあ残り10秒切りまして残り5秒。さあ箱須賀 N 村がこのまま逃げ切りか。さあ間もなくタイムアップ、タイムアップ、塩坂ゴール2位でゴールです。さあ特効果守りきりました。3位ゴール、ゴール、ゴール、回転車ゴールです。ナイスです、お疲れ様でした。トップゴールは箱須賀 N 村選手。さあ3分間ラウンド A グループが終了しました。続きましてマンデークレイジーナイトレース決勝 B グループご準備ください。はい、 B グループの方、出走ドライバーは、今村選手、細田選手、上村選手、蓮選手、上田選手。はい、ご準備ください。予選順で操縦台をお選びくださいね。今村さんからどうぞ。はい、次細田選手。はい、続いて上村選手。そして、上田息子蓮選手。そして上田お父ちゃん陽介選手。はい、操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。1番電化リー。え、細田さん2番ね。今村、細田、上村、蓮、上田の順で、はい、サクッと選んでください。はい、で、ウォーミングアップランもういらないですか。いりません。ウォーミングアップランします。2番電化リー、3番電化リー、4番電化リー、1番電化リー、5番電化リー、なしでもいいですよ。トラブル落ち着いて直してくださいね。調整なんかいらん。そんなもん。このレースで調整して何になんねんな。その車でどうにかしようや。調整禁止ですこのレース。すぐマーシャル行ってください。はい、では1番グリッドからスターティンググリッドを作ってください。1番グリッド今村選手、2番グリッド細田選手、
3番グリッド上村選手、4番グリッド蓮選手、5番グリッド上田陽介選手。だって月曜のマーシャルは中村さんちゃんとやんねんから金曜はせえへんけどはい、では参りたいと思います。マンデークレイディーナイトレース決勝 B グループ3分間ラウンドスタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。3番4番エルカリアとか。さあトップは今村、2番手細田、3番手蓮、4番手上村、5番手上田。さあ序盤から非常にいいレース。さあしかし18ラップを予選でマークしていた2台が抜けてるレース。あーっとさあ3番手以降はさあ団子状態か。さあそれが少し広がって順位はトップ今村、2番手細田、3番手蓮、4番手上田、5番手上村。さあとにかく生き残っていきましょう。序盤の45秒が経過いたしました。レースは残り2分15秒。トップストレートが今村、2番手細田、さあ3番手がお入れ替わり方。さあ上田の親子バトル、おっとっと蓮が引っかかった。これで黄色いランボルギーニディアブロ上田選手が3番手、4番手に赤い、あおっとっと2番手クラッシュがあった。さあ細田がクラッシュ、これでトップ今村が逃げる展開。白青のマクラーレン、ウェルブシーですね。そして2番手以降はどうなる。ホンダ NSX 細田、ランボルギーニディアブロ上田、日産 R サンパーマル蓮、フォード GT 上村。さあ今村がトップ逃げる。2番手はバトル細田 VS 上田、そして4番手バトル蓮 VS 上村。さあ残り時間は1分15。おっと絡み合ったか。さあこれで4番5番上村蓮の順で入れ方。しかしまだまだレースタイムは残っている。残り1分、諦めずに走り切ればまだまだチャンスがある。さあトップ今村が単独一人旅状態。レースは残り1分切りまして残り55秒。さあクラッシュ車両も華麗にパスしていく。さあトップは白いマシン今村選手。おっとさあ2番3番細田上田が再びテルツノーズ。レースは残り時間40秒。おっとさあ2番3番おっサイドバイサイド、さあラインが交錯する。さあポジションが目まぐるしく入れ替わる2番手争いだ。バトル状態細田 VS 上田、残り30秒。さあここに上村もついだ。さあフォード GT がホンダランボルギーニバトルに加わっていくのか。あーっとクラッシュ。さあ黄色いランボルギーニ2位浮上、そして上村もそれに合わせて3番手に上がった。細田が4番手に交代、残り10秒、ラストラップ。さあ上村細田3番4番が近いか。さあ蓮はもう1周どうだ。入った入った、タイムアップ、上田ゴール、ゴールゴール、おっとゴールゴール。はい全員、あ、蓮まだね、まだまだ蓮まだやね。蓮もう1周言うて、レース続行中、レース続行中。さあ順位は変わらへんから。はいお疲れ様でした。さあ今村選手のみ19ラップ入りました。さあお疲れ様でした。まずは3分間ラウンド終了です。はい、では続きまして5分間ラウンドご準備ください。はい、A グループ出走ドライバーは塩坂選手、N村選手、徳岡選手、凛太郎選手、鳥崎選手。はい、操縦台予選順でお決めくださいね。
はい、変えていただいてもそのままでもどちらでも結構です。はい、塩坂さんからね。はい、塩坂、N 村、徳岡、凛太郎、鳥崎の順でどうぞ。はい、では操縦台を決めいただきましたらウォーミングアップランご走行ください。1番電カリ、2番電カリ、3番電カリ、4番電カリ、1番電カリ、2番電カリ、3番電カリ、4番電カリ、3番電カリ、2番電カリ、5番電カリ、どうした？ポンポンの調整はええよ。やっとその答えにたどり着いたの。やっとこんだけこけ倒して。はい、では1番グリッドからです。1番グリッド塩坂選手、2番グリッド N 村選手、3番グリッド徳岡選手、4番グリッド、凛太郎選手、5番グリッド鳥崎選手で、5分、あ、先ほどの3分間ラウンド着順ですね。N 村さん、塩坂さん、N 村さん、塩坂さんがちょっとベスト早いか、10秒1台。徳岡さん、凛太郎くんが10秒3と10秒2。なかなか悩ましいところですね。なかなか悩ましいところ。凛太郎くん、せやね。じゃあとりあえずじゃあ、N 村さんと塩坂さんは、ショートカット、塩坂さん、ショートカットとロングラウンいっぺんちょっと走ってみてください。ショートカットからいきましょうか。ショートカット手前抜けてもらって、あ、うまい。でロングラウンももう一周いきましょうか。まあ、ストレート気をつけてね。そんな避けなあかんかったかな。でも大丈夫、当たってないんでね、当たってないんで OK です。そこ入ってもらって、はいはい、おっとっと、危ない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 。そうやね、ショートカットあんま意味がないんで、今のを5分間ラウンドの中で1回ずつね。だ、塩坂さんと N 村さんは1回ずつで、じゃあ徳岡さんが、あ、そうか、だからショートカットが意味ないよね。 OK、 じゃあね、徳岡さんは、ショートカット1回ロングランなしにしますわ。徳岡さんロングランなしね。はい、凛太郎はショートカット2回のロングラン1回するわ。さっきなんかちらっとショートカットあんま意味がないって聞こえたから。だからショートカット2回も上げるから。ショートカット2回な、ロングラン1回な。で、鳥崎さんは、ショートカットいけるなら好きなだけいってもって結構です。はい、あんま意味ないらしいんで。はい、でロングランはなしで結構ですんで。はい、ショートカットに無限大のマーク入れておきますわ。はい、よろしいですか。おさらいします。塩坂さん、N 村さんはショートカットロングラン1回ずつで、徳岡さんはショートカット1回ロングランなし、凛太郎はショートカット2回ロングラン1回で、鳥崎さんはショートカット好き放題ということで、はい、好き放題ということで。では5分間ラウンド決勝 A グループスタートいたします。スタート10秒前。大丈夫、5分は持つ。
もう止まったら止まった時。さあスタートしました。決勝 A グループ5分間ラウンド。さあうおお、さあ N 村選手がショートカット出発勝て、塩坂凛太郎がロングラン終了。さあこれでトップ N 村、2番手徳岡、3番手鳥崎、4番手塩坂、5番手凛太郎。さあ序盤の30秒が経過いたしました。現在箱須賀がトップ、ストレートから1コーナー、白地にブルーのラインの入ったマシン。さあロン、おもろいなおもろいやんさあ立ってる真ん中、さあ助けてください。はい、ショートカット1回。ちょっと早いなってる、ちょっと。はい、凛太郎くん、これで凛太郎くんが、ジョーカレー終了ね。あのロングラン好きなだけ言ってもでよさあ真ん中下がってます。マジャルお願いします。さあ残り時間は3分40秒。順位整理します。トップは N 村選手、2番手徳岡選手、3番手塩坂選手、4番手 N 村、凛太郎選手、5番手鳥崎選手。おっと、さあトップが入れ替わりがあったか。あ、ちゃうわ、入れ替わりちゃうわ、まだや、ワンラップや。さあトップは箱須賀 N 村、2番手は徳岡ですね。 3番手、おっと、さあ落ち着いて落ち着いてさあショートカット、あんまり意味のないショートカット。さあ残り時間は3分です。5分間周回です。2分が経過いたします。残り3分。お、うまい、塩坂選手今のショートカットいいですね。さあ残り時間は、お、戻ったな今のピットロードがこう揺れてマーシャルで戻ったんちゃいますか。 N 村選手もロングラン終了。残り時間は2分30秒です。さあトップ箱須賀 N 村キープだが、徳岡が背後迫っている。さあいい感じのトップ争いだ。さあバトル、ほぼバトル状態、 1.1 秒差。塩坂がその後ろ3番手 2.6 秒、4番手凛太郎が塩坂の後ろ5秒、5番手に鳥崎。残り2分。さあ残り2分。おお、それは潰したら自分の車やからなさあ徳岡がタイムロスがあった模様。これで塩坂が2番手に上がっている。さあトップ N 村、残り時間は1分40秒。逃げ切れるか。さあ箱須賀、ストレートストレートストレート、はいクリア。さあトップは箱須賀 N 村、2番手に塩坂、3番手徳岡。さあ白赤が塩坂、2番手その後ろブルーが徳岡。さあ2番3番、いや徳岡ミスが続いた。さあ残り時間は1分15秒。さあトップ N 村、塩坂との距離は 3.4 秒。レース残り時間は間もなく1分です。残り1分、残り1分。刺さった、あ真ん中。さあ残りは45秒です。さあ最後のショートカット、あんまり意味がなかったさあ残り40秒。ストレート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 、はいクリア。1コーナー1コーナー1コーナー残り30秒。さあ残り20秒。さあ箱須賀 N 村がしのいでしのいで残り10秒。さあ残り10秒のコール、各社ファイナルラップに入っていく。
N 村はおそらくウィニングラップか、塩坂がもう一周どうだ入るか、入った入った、タイムアップ、さあタイムアップ、次からゴール、リンタローゴール、どこがゴール、N 村トップゴール、鳥崎ゴール、そこピット、ピットロードちゃいますよ、そこ、はい、選手はゴールです、お疲れ様でした。さあ、2立ての N 村選手が総合トップですね。2位がちょっと、あ、2位も塩坂選手なんですかね。さあ、決勝 A グループ総合結果が出ます。今日はね、綺麗に順位が固定でしたね。はい、では続きまして B グループの方ご準備ください。はい、予選順で操縦台を選びくださいね。はい、予選順でどうぞ選んでてください。3番、電カリ、4番、電カリ、1番、電カリ。あ、5番、入って、今村、細田、上田蓮、名前呼ばれてへん人。あ、いや、細田入ります。今村、細田、上田蓮は OK です。5番、電カリ。ショートカットしてるじゃない、はい、ショートカットじゃん、僕、ロングラン2回やショートカット。違う違う、ベストラップやベストラップ、ショートカットのがベストラップ出てんじゃん。そっか。はい、ではスターティンググリッドにおってください。1番グリッドからです。はい、1番グリッド、今村選手、2番グリッド、細田選手、3番グリッド、上村選手、4番グリッド、蓮選手、5番グリッド、上田選手、B グループは先ほど着順は、今村、上田、上村、細田、蓮か、あ、蓮がちょっとベスト遅いか、なら、まあ、上、そうですね、ほな、今村、上田、今村さんちょっと早いか。そうですね、難しいとこやね、これ。今村さん、ベストが9秒。これ難しいとこですね。あ、OK。じゃあ今村さんはショートカットはまあまあ1回で、ロングランはね、まあ、例えばじゃあ今村さんのみね、今村さんがトップ走行で2位との距離が、5秒空いたらロングラン行ってもらいます。あの1周9秒、まあ、9.5 ぐらいなんで、大体あの半周以上2位が離れたらロングランを、義務付けになるんで、まあ、だから極力あの 4.5 秒ぐらいで、今1位と2位の間 4.5 秒ぐらいです、まあ、ちゃんとあのアナウンスするようにしますんで、まあ、あとはね2位以降がねちゃんとあの追いつかないね、やはり。ちなみにベストラップはね、あの細田さんとか 9.5 なんですよ。今村さん 9.43 とかなんで、ほぼ変わらないですよ。もうコンマ1秒も変わらんぐらいなんで、
だからその今村さんが圧倒的に速いとかじゃなくて圧倒的に当たってないだけなんで、はい、皆さん頑張ってくださいね、なんであとは、今あ上田、上村、細田はショートカット、ロングラン1回ずつで、レンがロングランなしのレンがロングランなしの、まあ、ショートカット2回しようか OK、まあ、でもレンだけベストラップが10秒なんでちょっと遅いからね。はい、ではそんな感じで、各社もう一回おさらいしますね、細田選手、上村選手、上田選手がショートカット、ロングラン1回ずつで、今村選手はショートカット1回のロングランは、ちょっと特殊ルールのロングランとなります。で、あ、ごめんなさい、今村さん、ロングラン1回は義務付けにしましょうか、自分のタイミングで行っていただいて、はい、で、トップ走行の場合は2位以下との距離が5秒を超えたらロングランがプラスアルファされていくというなかなかの特殊ルールとなりますんで、で、レンはショートカット2回のロングラン1回ね、あ、ロングラン0ね、ロングラン0、はい、ではよろしいですか。ではマンデークレイジーナイトレース決勝 B グループ5分間ラウンドスタートいたします。スタート10秒前。さあスタートしました、緊張のオープニングラップ。さあクラッシュだった。さあトップ帰ってきたのは今村、2番手細田、3番手蓮、4番手上田、5番手上村。さあトップ今村、じゃね、そうそうは逃げられないよね、ベストほぼ変わんないから。さあ2番手細田、3番手蓮、おっとこれでロングラン上村終了。うまいですね、気持ちよく消化しました。さあ序盤の40秒が経過いたします。レースは残り4分20秒。トップは今村白いマシン、後方2番手細田、3番手蓮、4番手上田、5番手細田。残り4分。さあレースは残り4分です。まだまだ序盤戦1分が経過したところ、さあトップ今村、白いマシン後方細田がまだまだ 1.2 秒。おっとこれは何、ショートカット失敗どんまい、あと1回できるよ。さあレースは残り3分30秒。トップ今村、白いマシン現在中央セクション、後方ラップマーカーの上村が間に入って、2番手に細田、3番手は、黄色いマシン上田、4番手赤い日産 R3 パーマル蓮、5番手にフォード GT 上村。さあレース残り時間は3分10秒です。さあうまい、さあこれは効果的でしたね。さあ今村がショートカット終了。あ、しかしさあやっちゃった、うおお、さあ細田うまい、今のは熱い。さあ細田のショートカット今のは効果的。さあレースは残りまだとはいえまだまだ2分45秒。さあトップ変わって細田、さあ今村が猛追、3番手に上田、4番手蓮、5番手上村。おっと、おかしかった。さあこれで蓮上村入れ替わりかな。さあ残り時間は2分20秒です。残り2分20秒。さあトップ争い細田今村、さあっとロングラン細田ちょっとやっちゃった。さあこれで再び今村、さあこうなると今村一気に一気にロングランが発生してしまうぞ。あ、今村選手ロングランですね、はい、これは一回相当、一回相当自分の紹介ね。さあこれでおお再び順位は入れ替わるが、距離は
どうなる？今村細田 2.5秒。今村細田 2.5秒。なるほど、今村選手は冷静ですね。残り1分30秒です。あっと、さあサンパーマグレンが引っかかっている。レース残り時間は1分15秒。さあ終盤残り1分切るかというところで、トップは今村、白いマシン。さあ2番手細田があえて距離を置くっていう、あえて距離を置くっていう作戦もあるが、まだ 2.9 秒。5秒ってだって半周以上やもん。半周以上取られた。今村もペースをキープし、ペースを落とし出した。さあもう知能戦になってきている。さあ白いマシンがトップ今村、その後ろ赤黒白細田、2秒差3番手もまだ、まあそれでもまだ上だ、5秒後方か。さあ残り30秒、残り30秒。さあ残り30秒。さあこの周回でどうなる。いやでも今村もペースね。さあまだ 3.8 秒、今村が得してるだけ。さあ1台転倒。さあ残りは間もなく10秒、残り10秒。さあラストラップ、まあ、これはもうないですからね、ロングランレーンを過ぎてしまえば。さあウィニングラップだ。結局一周行かれてるやんか。さあゴールゴール、上田蓮ゴールゴール、レース続行中続行中。さあまたですよ。はい、前者ゴールでーす。トップゴールは静止は完全に完璧にコントロールして静止しました。今村選手ちょっとミスかもかな。2番手細田さん間違いないですね。めっちゃ面白かった。自分ベランとこうやって、ちょっと待ちくださいね。で今の話で、はい、集計結果少々お待ちくださいね。ちょっとミスカウント修正です。全然、落とすのがそりゃ広がらない。はい、では集計結果出ます。はい、決勝 B グループも総合結果確定です。はい、優勝は東釜今村選手ですね。お、2番手に上田洋介選手。ん、そう、あ、そうかそうか、細田さんは1回目やってしまってたのか。で、3位に細田選手でした。はい、お疲れ様でした。以上にて本日マンデークレイジーナイトレース終了です。また来週もよろしくお願いいたします。